ち大事だね。さあ行くよ。おい、敵の数はどうだ。まあ聞くまでもねえか。私たち本当に最前線で戦うんですか。あんな大軍相手にどうやって勝つってんだよ。やるしかない。ここを突破されたら人類は。注目。これより我々は巨人との決戦に臨む。オールシーナの陥落はすなわち人類の滅亡を意味する。ならば我らが今すべきことは一つ。最後の一瞬まで抗い、人類の愛する者の未来を守ることである。皆心して戦え。心臓を捧げよう。今この時この一戦に人類の存続がかかっている。今一度心臓を捧げよう。最終防衛線を死守するのだ。突破されれば人類の敗北は避けられん。この調子で無駄か。戦闘は調査兵団と駐屯兵団に任せ、憲兵団は拠点の防衛に専念するぞ。いざ。救援の縁談か。あそこは防衛線拡大のため欠かせない要所だ。加勢を急げ。ここに拠点を。拠点を設営できねえ。手を貸してくれ。頼む。防衛拠点を増やせれば防衛線を拡大できるんだ。無事に拠点を設営できたぞ。ここからは俺たちも加勢するぜ。被害は甚大だ。正反、獣の巨人の討伐に向かえ。あの縁談、助けが必要だな。逃がさん。この怪我では。頼む、私の代わりにこれを使って防衛拠点を設営してくれ。休む必要ない。いざ。Ha!
この調子だな。行くぞ。休む暇はない。ありがとう。無事に防衛線を拡大できた君のおかげだ。負けるわけにはいかない。ウォールシーナを突破されるわけには。防衛線はまだ破られていないな。このまま維持せよ。防衛線の人員が足りない。巨人に阻まれて合流できていない兵士がいるようだ。やったか。あの縁談、助けが必要だな。獣の巨人、お前さえいなければ人類は。班長、人間様の恐ろしさ思い知らせてやりましょう。ゴニー頼みます。分かったぜ。の巨人、想像してた以上だ。他の子に構っている余裕はなさそうだ。逃げられたか。だがこれで投石はやんだな。この調子だな。ここで殺せ。このまま防衛線を維持し続けろ。逃がさん。巨人の進路を塞いでる。これじゃ進めないよ。どうしたら。何とかして切り抜けないと。防衛戦に合流しよう。で、行きますよ。絶対に勝って生き残りましょう。防衛戦での攻防は人類の優勢です。これで終わるとは思えん。獣の巨人の狙いは何だ。シーナの内扉が破壊されました。内側から壁を破るつもりか。防衛線を維持しつつ
速やかに超大型巨人を討伐せよ。壁外への壁を破壊されれば人類は敗北する。奴が壁に到達する前に仕留めよう。この縁談、助けが必要だな。あのデカブツ、面倒だな。このままじゃ一緒に戦ってほしい。よし、俺も行く。奴らをぶっ殺してやる。こののっぽ野郎が、てめえはここでぶっ倒してやる。このままでは防衛線を突破される。何としても死守せよ。ベルドルト、悪いけど君の好きなようにはさせない。ベルドルト、よくも裏切りやがったな。かかってこい、お前なんかには負けねえ。多くの仲間たちがお前のせいで死んでいった。敵を取らせてもらう。巨人の足を止めた。やはりそれが狙いか。リヴァイ！クソが。おい、待て、エレン！エレン！
手形奪還のための時間稼ぎというわけか。逃がすな！こんな時に立体機動装置の故障か。アルミ、任せましたよ。了解。鎧の巨人が逃亡するぞ。防衛線を解体し、奴を追撃せよ。ハンちゃん、お任せします。超大型巨人は無力化したが、鎧の巨人が生きている限り、外扉の安全は保証できない。この煙、一番ヤバい時の色だ。行くぞ。よし、鎧の巨人の動きが止まったか。みんな、よくやってくれた。急いで兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。この世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を食らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。エレン。ああ。今行く。結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄いだ。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ。俺たちの故郷を。